ましょう。あ、待って、富士山隠れちゃった。今日は久々のお出かけです。御殿場のアウトレット初めて行きます。あ、ボディに行ったかな。ここにボンって今石が通った。後で一緒に確認しよう。すごい飛び石が、でかい飛び石が、でかい飛び石が。静岡県入りました。ね、私がさ撮り始めると絶対富士山隠れるのなんで。あ、富士山越しの風さん、風さん越しの富士山か。あ、でも映んないよ、どっちも。あ、どっちも、あ、風さんは映ってる。風さんは映ってる。めっちゃ田舎、めっちゃ田舎道来たね。いいね、なんかでも逆にね、天気いいから。何線だろ、この電車ね。インビ線とか。インビ線は鳥取だ。鳥取こんなんよ。でもこれ電車？汽車じゃない？汽車線だったね。ね、汽車だ、汽車。これ鳥取なの？地下鳥取。ようやくそれっぽいところに。到着。さあ見てみましょう、この飛び石事件を。高速走行中すごい飛び石が、でっかいのがバチンってきて、すごい音したもんね。あー、傷ついちゃったね。これは取れませんね。わあ、飛び石が、飛び石が。ミミンちゃん、すごい大きい音でバチーンなったからね。バチコーンってね。でもすごいひび入る時はもっと入ると思うから、逆にこれだけで済んでよかったって思わないとね。風さん、記念撮影や。記念撮影してる。ヒルサイドとイーストゾーン、どっちだろう。ヒルサイド。とりあえずヒルサイド行きます。わからん。こっちヒルサイド。ただいま御殿場プレミアムアウトレットでは、目的は春服を買う。サボンあるよ。本当だ。見る？ちょっと見る？いいよ。サボンで潤して、シワシワやの指先。指先シワシワすぎん。昼は牛すじカレーにします。二人とも一緒。御殿場カレーだ。すごく美味しい。うまいや。うん。完食。美味しかったね。美味しかった。私も頑張って綺麗に食べました。でも風さんの方が綺麗。あんま変わんないよ。じゃあレベルが上がりました。生搾りグレープフルーツジュース。
3つぐらい使ってたね。え、うん、Lサイズグレープフルーツ。あ、そう、行ってください。いいですか。どうしたどうした濃い酸っぱい美味しい。酸っぱい でも美味しい。でも本当に酸っぱい。今日はキンパを作ってくれてます。あ、なんかもう無理な気がするね、わかるでしょ。足らなくない、海苔の幅ね。もうフラグ立ってるもんね。ご飯が多かったのかな。へー、いくよ。もう行っちゃうよ。もう行っちゃう行っちゃう、いくよ。いいよ、負けてなくても。あ、怖いせーのそういう生き方なのなんでレシピに勢いよく行った方がいいって。意外と収まったかもね。意外とあります。はい、巻くのやめよう丼にしよう。いいよ、ね、もう巻いたじゃん。あ、残りがまだあるってことね。そうそうそう。キンパ、そしてこれがなんか豚肉をこの辛味噌をつけてサンチュで巻いて食べます。そしてお味噌汁、お味噌汁はこの豚肉を茹でたゆで汁でわかめスープ。わかめスープか、味噌汁じゃん。うん、で、これが負けずに丼になったよ、キンパ丼ということです。で、ネギはね、辛くないように下処理をしました。じゃあ、いただきます。いただきます。今日は韓国です。じゃあ、ちょっとキンパからちゃんと負けてるやつ。ん？ちゃんと負けてないわ、誰も。うん、どう？うまい。敗因はね、多分ご飯の詰めすぎ。ご飯が多かったね。うん、うまい、うまい、全然うまい。うん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 、うまい。うんふん。うん、ちなみに今日うん買ったものはポロラルフローレンのニット T シャツを弥生さんが買いました。ネイビーのめっちゃおしゃれだったね。うん、あそこにあるけどと同じくポロのタオルハンカチを5枚セットで1600円でした。春服買うつもりだったのに全然夏服だった買ったのでもめっちゃおしゃれだった、あれは。うんうん、これはしゃぶしゃぶ用のお肉です。このタレは何ですか。タレは味噌とコチュジャンとニンニクとごま油とごま、うん、だったと思います。あと砂糖、うん、つけすぎると辛いかな、味が味が味以外何があるんって感じやな。うん、美味しい。このタレうまそうだもんな。うんふん、タレさっきよりももうちょっとつけてもいいかも。 OK、 美味しい。あ、やっぱさっきの量でよかったかも。あ、そうですか偏りがあったんですね、うん、今日はホワイトデーということで炭ベイクショップの
いちごのショートケーキうまそう。買ってもらいました。ホワイトデーだからホワイトストロベリーらしいです。うまそう、この断面よ。すごい芸術だよね。どうやって切ってんだろうね。ねえ、すっごいピシーって切ってるもんね。切ったるね。なんか風さんが何でも好きなものを選んだらいいよって言ってくれたので、以前食べに行ってすごく美味しかったスミベイクショップのケーキをリクエストしました。いただきます。うおー、すごい。うまっ。クリームがすっごい美味しい。美味しいよね、ここのクリーム。やばい。すごいよね、この薄さでちゃんと均等にさ。ねえ。芸術、本当に。このいちごも薄く切ってるってことでしょ？うん。器用だね。ねえ。食べ中でさんも。はーい、いただきまーす。Face my fears. It's sad.